なんか映画の始まりみたいだな。首を突っ込む気になったな。目がめちゃめちゃいいんだ。旋回式連突。えぇ、ー、わあわあわわわ。何度も切り続ける。なに振り回してる。えこんなの見えんのはい、どうも、アニメラストの在前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、決界戦線第1話。 見ていこうと思いますはいというわけで始まりましたクラシックリアクションシリーズアンケート部門ということで視聴者アンケートの結果第35弾は結界先生に決まりましたので前回プリアに続いて今回から結界先生見ていこうと思うわけなんですけれどもこれはどういうアニメなんですかねかなり人気でもう放送時からめちゃくちゃ面白いよねっていうのは話題だった作品なのは知ってるんだけどどうにも見たことなくてかなり後半アニメなんだろうなっていう風に思ったりもしてるしばっ すごい雰囲気なのかなって思ったりもしてるんだけど、なんか結構男臭いアニメなんじゃないかみたいなところで、かなり根強い人気があるのかなっていうところなので、まあでも結界先生もね、かなり長い間リクエストが来ていたので、今回回収ということでチェックしていこうと思いますので、ぜひと皆さん一緒に楽しんでいただけたらと思います。それでは見ていきましょう。よーい。ーさて。ディアーサンシャイン。 わお、坂口さん、うん、はいはい、うん。 ジャンプ中映者か漫画原作なんだゴードドタバタの次元じゃないええアンデッド 異ものわお転身転身とか変身わおボンズさんだ会社はうん思えるような話あらおお そうどういう世界観うん妹に宛てた手紙って感じかなこれはうんわおなんか映画の始まりみたいだな結界戦線 結構昔のアニメだよねこれ15年ぐらいあ異形もいるなあんなちっちゃいのにすられたうんまあそうだよね人間が少ないもんだって この異形も人間とかカウントするならだけど。うーん。うん。あで、異界の使徒みたいな人たちと共存することになったわけ割と馴染んでるね、あなたたち。 うんマジかよマッシュルームフォークキノコグモわおなんかすごいの出したなはいはい 異界があるヒップホップグループまで生まれてるじゃんうんちょあえそう厳しすぎるって厳しい厳しい アメリカここ NYC とかあったっけニューヨークえっ、ー 厳しい褐色イケメンに踏まれてるなんだライブラレオナルドうん ワーオマッシュルームフォッグってこれか。数時間前。うん。ああ、それがミシエラ。ミシエラウォッチ。 沢城さんうん糸目キャラかああ商売道具パクられちゃったんだってことはあの状況はねうーん あらいいのサービスあ、ミシェーラ。ワオ。つけでつけじゃねえわ。いいの優しいサービスだね。あー。お得意様なんだね。 わお、おで取られたいわけか。取られちゃうわけか。結構治安がよろしくないね。ダイアンズダイナー。でも終えてたじゃん。 すごいな、見えてたってことうん。はい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 。それで、ドドドドンってなったわけが。そんな偶然が重なって、なんか、運命が変わるの 踏まれる記者このザップさんも。うん。あライブラー。魔風外結車って書いてるライブラ名刺。 エリサベル,トル・超人秘密結社へえああ裏で動いてるっていうことかへえそうかジョニーまっ、あ、ギ なるほどついていく先で非日常というかとんでもない出来事に巻き込まれ続けるみたいな感じなんだろうねエレベーターすごいねよく首を突っ込む気になったな新しい同士 クラウスチェインああ人違いってそういうことあああでも似てない 猿もついてきちゃったけど。わお。え、自爆？<え><え>何ゲート？え。うわ、マップたつ。え？フェムト？ なんか見てる敵対組織 お？猿の方だ。そんな偶然ある まあ、猿連れてきたのはザップさんだけどね <laughs> ふっジョニー・ランディス見えていた。 わお目がめちゃめちゃいいんだあーそこら辺もアジサイうん赤いアジサイ珍しいねアジサイなのかもわかんないけどミシェラ うん。あ、足悪いんだ。うん。うん。 うん<ス>うん。わお。<ス> wow. そいつ。 mm <laughs> そういう流れで奪われた 特殊部隊ちょ今ひとつほんとに勢力図がつかめないのお 取引マジかまあでもそうだろうねうーんライブラさあ囲まれてるけど メリケンサック。はいはい。そうね。わあ、お光った。 グレングリード、グレングリード流血統術。これ何？旋回式連突。えー。 わーさて暴れ回ってるけど。さあ、追いかけっこ始まってる。 うわぁ。割れてない !3 は割れてないわぁ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 わわぁ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 きりと、あぁ、始まってる始まってるどん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  これあれじゃんえダイナーじゃんうわっ中の人大丈夫 何か決意した。わんわん。わんぶねえ。さあ、音楽。はう、あ。見える。 サルを抑えるライター引きつぼし流ホムラマルワ わん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 わロチなぎ強っ。さあ、抑えなきゃえ、即再生 わわ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 何度も切り続ける何振り回してるわすげえな。何七五開くな開くな開くなカメラワークすっごいな ゲートをかくうわ虫見えてるえこんなの見えんのうわうわお シナリオぶっ壊したわけだあら、返してくれた法則猿あら、懐いたんじゃない折衝わお、ヘローワールド あら <laughs>、営業してるこんな青空で。青空というか。さて、誰だわ悪そう敵方っぽいわ。さあ。 なあ <laughs> わあ、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 世界観がほんと独特だな。なるほど、このライブラと、ダラクーたちが戦っていく感じか。はい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 、幻のゴーストワゴンへ。オッケーオッケーオッケー。 たわわけ見終っなんですけどなるほどなるほどなるほどこういう感じかちょっと一回じゃ入ってこなかったから何個か気になるところをやっぱり聞き直したりとかはしたわけなんだけどあああれは一体何なんだろうでも見届けなきゃ突然だよねうーん突然足が良くなるイラつく気がしたうんまあいろいろとやっぱりどうなんでどうつながるんだろうなっていうまあ伏線というより出来事だよねきっかけみたいなものがいろいろとばらまかれている中で 結構世界観が特殊な中で、さらに特殊な事情が入り込んでるから、僕の頭が割とパンクしそうなんですけど、とはいえ、こう見ているうちに、まあライブラに入って、まあいろいろと出てきたじゃないですか、途中であの目玉。見届けるのはどっちだみたいな。で、見届けないなら視力奪うぜみたいな。で、レオは妹を犠牲にして、妹の視力を犠牲にして、まあ超視力を得たわけだもんね。とんでもない視力を得たわけだんだけど、 あーで、そのきっかけになるあの怪物がどっから現れたのかっていうところですよね。うん。あれが何なのかだから、ダラクが絡んでるのかどうなのかっていうところも気になるわけで、まあこれはでも偶然だよね、多分ね。うん。偶然ライブラにスカウトされたっていう流れになってるわけだもんね。なんだっけジェニファー・ローレンスだっけまあ別の人違いとして、 まあ、レオは呼び出されて、まあ、とりあえずライブラと関係持つことになって、で、噂に聞いていたライブラだってなって、さあ、なんとか話聞かせてくださいってなったら、この視力において、めちゃめちゃ優秀だね、君っていうことで、クラウスにスカウトされることで、ライブラに入っていくっていう流れになったわけなんだけど、なるほどなるほどなるほど。まあ、多分いろんな人たちとバディを組んで、その視力の良さを生かしていくんだろうね。うん。主人公がサポーターパターンのやつだ、これは。多分、 多分、ライブラのこの一癖も二癖も強い人たちの中で、レオはどんな風に絆を結んで真相に近づいていくのか ああ、いろいろと知っていくことになるのかっていうところは非常に気になるところではありますけれども。まあ、ネガティブなバイブスに反応してきたのかなねえ、なんか足を気がかりにしてる。足がなんか丈夫でも、あ何悪くても結構気丈だった娘をめちゃめちゃ心配してる親に向かって、あんまりいい感情を向けてなかっただっけ。なんかそんな感じのきっかけで、あれが現れたわけだし、ダラクとライブラの関係も気になるよね。かなり歪み合ってる感じで、言ってしまうとブーストの、あの、探偵者 探偵者と言ってしまうとブーストの、えー、と武装探偵者とポートマフィアかなポートマフィア 言ってしまうと、だから、文豪ストレイドックスの、なんから武装探偵者とポートマフィア的な関係性なのかなお互いに牽制し合うって仲なのかな明らかにあれはね、ね、フェムとはね、狙ってきてるよね、ライブラをね。うん、混沌に落とすついでにっていうところの割には、割とピンポイントで、ねえ、ライブラを狙ったなっていう雰囲気はあるんだけど、どうなんだろうライブ でも世界の均衡を保つ組織っていうことだからそれを見てみたらもしかしたらフェムトは一方的ににらまれてるっていう感じなのかなこのなんだっけヘル,エル,ヘルサレムロットをもう支配する怪人だよみたいなことを言ってたからまあ常にカオスに引き起こしているのはフェムトで割といろんなとこから意味嫌われてる感じなのか その裏で、まあ、対抗組織としてライブラが動いてるっていう感じなのかななんか、世界の、世界役的な全部からの悪として、悪の象徴として、言っちゃうと、ダラクオの、ね、一家というか、ダラクの面々がいるのかなっていうところでもあるわけなんだけど。うーん。まあ、ちょっとやっぱり色々とね、単語がいっぱい出てきたし、 ちょっと、なんか怪人もいて、みたいな。異形もいて、人間もいて、みたいな。割とちょっと現実ベースからかなり離れたけれども、舞台自体はニューヨークの中の一つだよ、みたいな。ちょっとやっぱり特殊な世界設定になってるので、僕の頭がついていけてるかどうかがまだまだ不安なんですけど、まあ見ていけばね、ここら辺はね、順応していくんじゃないかっていうことで、まあとりあえず見ていきましょう。これを見ていけばなんとなくわかっていくでしょう。世界の流れだったりなんだったりっていうところ。いやでもいいな、クラウスとかもかっこいいな、めちゃめちゃ。なんか技のところかっこいいよね。七影とかさ。 いい,いいよねいいよね <laughs> っていう感じ。めちゃめちゃなんか、なんて言ったらいいんだろうこういうのって。何味があるって言ったらいいのかなもうやっぱりさ、技の名前出てくるの僕好きなんですよね。 たまにさ、結構人によってはさ、こう技名出てくるの、字幕でポンポンポンって出るのは、ちょっと臭いから嫌だよっていう人結構いると思うんだけど、僕はああいうなんかベタというか、なんかこうコテコテな椅子めちゃめちゃ好きだから、ああいうのかっこいいよね。うん。まあでも特殊なね、結構世界観でもあるし、かなり凝ってるというか、結界戦線味みたいなものをすごい意識した作品だと思うので、ちょっとそこら辺を堪能しながら、2期までね、あるらしいので、一遍に追っていこうと思いますので、ぜひともこれからも一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい でとりあえず今回はこんな感じで終わります以上結界先生第1話でしたバイバイ